今年は家族について考えております。家族というグループというんでしょうかね、つながりというかね、考えれば考えるほど不思議な気がしますね。家族という時もあるし、家庭という時もありますね。英語で家族はファミリーですし、家庭はホームになるんでしょうかね。同じような意味に使う時もあるし、違う使い方をする時もあるしですね。でなぜこのある人たちを私は家族と思い、またある人をそうでないと思うのかとかね、実に当たり前のことなんですけども、あんまり実はよく分かってないことの方が多いような気がしております。で今日はですね、聖書に書いてあります世界で最初の家族についてお話をしたいと思います。すなわちアダムとエヴァですね、聖書の最初の家族ですけれども、で聖書を開きして、お読みしたいと思いますが、今日はちょっと長いのでこのパワーポイントに出しておりません。聖書の一番最初の創世記の2章の15節から3章の半ばぐらいまでお読みしたいと思います。創世記の2章の15節からお読みいたします。主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされた。主なる神は人に命じて言われた。園のすべての木から取って食べなさい。ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。主なる神は言われた。人が一人でいるのは良くない。彼に会う助けるものを作ろう。主なる神は野のあらゆる獣、空のあらゆる鳥を土で形作り、人のところへ持ってきて、人がそれぞれをどう呼ぶか見ておられた。人が呼ぶとそれはすべて生き物の名となった。人はあらゆる家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、自分に会う助けるものは見つけることができなかった。主なる神はそこで人を深い眠りに落とされた。人が眠り込むとあばら骨の一部を抜き取り、その後を肉で塞がれた。そして人から抜き取ったあばら骨で女を作り上げられた。主なる神が彼女を人のところへ連れてこられると人は言った。ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉、これをこそ女、イシャーと呼ぼう。まさに男、一種から取られたものだから。こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。人と妻は二人とも裸であったが恥ずかしがりはしなかった。三章。主なる神が作られた野の生き物のうちで最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った。園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。女は蛇に答えた。私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと神様はおっしゃいました。蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。女が見るとその木はいかにもおいしそうで、目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。女は実を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので彼も食べた。二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人は一軸の葉をつづり合わせ腰を覆うものとした。その日風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が主なる神の顔を避けて園の木の間に隠れると、主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか。彼は答えた。あなたの足音が園の中に聞こえたので恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。神は言われた。お前が裸であることを誰が告げたのか。取って食べるとなと命じた木から食べたのか。
アダムは答えた。あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。主なる神は女に向かって言われた。何ということをしたのか。女は答えた。蛇が騙したので食べてしまいました。そこまでにしたいと思います。まあ、この話は、聖書をお読みになったことで、なったことのある方であればですね、皆さんよくご存知だと思いますけれども、神がこの世界をお作りになったときに、まあ、人間を一番最後にお作りになった。そしてこれは先週お話しましたけれども、神は人の神はですね、神の形に人を創造した。まあ、英語ではイメージという言葉を使ってますけれども、神のイメージに人を創造した。で、人を創造したときに、神は男と女に創造したと書いてあるんですね。つまり神の形というものは、この人間一人一人のに与えられているというよりも、人と人のつながりの中に現れている。そういうことであるというお話をいたしました。で、その男と女の間、あるいは人と人との間に現れている神の形、あるいはなぜ神が男と女に作り、まあ、別の言い方をすれば家庭を作り上げるように神は創造されたのかというところを今日は詳しく見ていきたいと思うんですね。最初に作られたのはアダムであります。男の方が先に作られまして、神様は彼にですね、一つの命令を与えられました。エデンの園には美味しそうな木の実がたくさんなっておりました。バナナもリンゴもみかんもいろいろあったと思いますね。なんかエデンの園っても季節感がない感じしますけれども、まあ、ちゃんと季節もあったと思いますが、ところが一本だけ食べてはいけない木を神様は置かれたんですね。なんでそんなことをしたのか。そんな木を植えられなければ人も失敗することはなかったのになんて思いますけれども、これはまあ一つの象徴なんですね。この神と人間が約束のもとにつながれている、人と人が約束によってつながれているように、神と人間も約束によって、契約によってつながれていくんだ。またその約束を守るということを通してですね、この信頼、お互いの信頼を確認していくというような、そういう意図でもって神様はこの木の実を木を置かれたのだと思います。絶対これは食べてはいけませんよ、食べると死にますからとアダムに言っておかれました。でその後で、神様はアダムにこう言われたんですね。人が一人でいるのは良くない、彼に会う助けるものを作ろう。一人でいるのは良くない、まあ、これは後でお話しますが、一体良くないとはどういうことなのかなと思いますが、まあ、いずれにしても彼を助けるものを作ろうということ で最初からエヴァを作られたわけではありません。まず最初はですね、この地上のいろんな生き物を彼のところに連れてきてですね、彼に名前を付けさせるんですね。その中に、アダムの助けてヘルパーが見つかるかもしれないということで、まあ、選ばせたわけです。犬が来たり猫が来たり豚が来たり象が来たりキリンが来たりですね、いろんな生き物、まあ、鳥も空のあらゆる鳥って書いてますからね、スズメが来たり、鷹が来たり、鶏が来たり、鶏が助けるものとすぐに食べちゃうからダメですよね、ライオンが来たらライオンに食われちゃうからダメだし、猫はわがままだからダメだし、まあそんなんで結局その中には自分に合う助けるものはいなかった。そこで神様はアダムを深い眠りに落とされて、彼のあばら骨の一部を抜き取ってですね、そしてそこから一人の人間を作られた。その人がエヴァ、アダムの助けるものになったというお話ですね。まあ、一体この話はどれぐらいリアリティのあるお話なのかなということになると、私もちょっと自信はありません。まあ、やはりこれは一つの象徴的なストーリーだと思いますね。この中に神様は何かの真理を暗示しておられるのじゃないかと思いますけれども、でこうして最初の家族が出来上がりました。最初のカップルであり家族であり
人類が出来上がったわけですね。最初の神の形が出来上がったわけです。で、二人は一体となる、互いに助け合って一つになっていくということの目標の上に、神は創造されたわけですけれども、ところがですね、この二人は神に作られて間もなく失敗をしてしまったわけですね。まず神様がアダムを助けるために作られたエヴァが、まあ、女性がですね、妻の方が神が食べてはいけないと言われた木の実を蛇に誘惑されたとはいえ食べてしまいました。で、それを夫アダムにも与えまして、アダムも何の抵抗もなく食べてしまってですね、で、二人はその時に、まあ、それまで裸であって恥ずかしいと思っていなかったんですけれども、それを食べた時に恥ずかしいと思って、このイチジクの葉をつづり合わせて腰を覆うものを作った。それだけではなくて、神様が彼らのところに来た時にですね、神の目を目から隠れて、この間に隠れたと書いてありますね。そして神様がお前は食べちゃいけないと生きても食べたんじゃないかと質問された時に、はい食べましたと素直に言えばいいものを、いやいや、私があなた、あなたが私と共にいてくださるように作ってくださったあの女が私に与えたので私は食べたんです。で、女の方は蛇に騙されたから食べたんですと言って、まあ、それぞれ言い訳をし責任転嫁をしてしまったと、まあ、こういうお話ですね。で、この話はしばしば夫婦とはどういうものかっていうような時に、あるいは人間が罪を犯したということの説明として、読まれるところですけれども、これは実はですね、家族の目的を表しているお話なんですね。家族とは何かということを表しているお話なんです。これ一番最初に作られた家族ですから、一番最初に作られた人間、同士、人間たちですからね。で、まず人は一人でいるのは良くないということで、神様は助けるものを探されたということですけれども、これさっきもちょっと言いましたけれども、なぜ人は一人でいるのは良くないのか。これは決してですね、独身でいるのは良くないという意味ではありません。独身者は悪い人という意味ではもちろん全然そういうことではないんですね。人が一人でいるのは良くないというのは、これは神の思いにかなわないということなんです。人は必ず誰かと関わっていなきゃいけないということです。あるいは誰かを助け、あるいは誰かと助けられるという、そういう人とのつながりの中にいなければならないということじゃないかと思うんですね。あるいは別の言い方をすると、人は一人では成長しないということじゃないかと思います。そこで神様は彼に会う助けるものを探し、そして作られるわけですけれども、ここの、まあ、これ今日の聖句として挙げているところですけれども、彼に会う助けるものっていうこの言葉はですね、とても深い意味を持っていると思います。彼に会う助けるもの。神様はこのアダムをには助けが必要だと思われたんですね。しかも彼に会う助け手が必要だ。彼にふさわしい助け手が必要です。助けるということは、これは支配者でもなければ奴隷でもないということですね。彼を支配するものを神は作られたのでもないし、また彼にこき使われるぐらいだわけでもありません。助ける、これは人間と人間の関係、全ての人間同士の関係の基本だということだと思います。全ての人間は基本的にはお互いに助け合う関係で存在しているというふうに言い切れるんじゃないかと思うんですね。今はいろいろ社会の制度がどうだとかですね、仕組みがどうだとかっていうようなことで、いろんな人間同士の関係がありますけれども、基本的に人間は全て助け合うために存在しているというふうに言い切っていいと思います。これがこの創造の摂理ですね。そう思い切れるかどうかというところだと思うんですね。私はこの人を助けるために存在している、この人を助けるために存在している、
この人を助けるために存在している。敵対するためでもなければ支配するためでもないし、あるいはこの人のために奴隷として働くためでもないんですね。でもこの意外にですね、助けるために存在しているということを私たちは、まあ、改めて考えることがあまりないので、この言葉の持っている意味をもう一度わきまえる必要があると思います。これは、まあ、私自身もこの、聖書の言葉を読みながらですね、果たして自分はこの私と関わっている多くの人たちにとってですね、彼らを助けるものとして自分は存在しているかどうかということを問い直してみました。私はまず一番身近な自分の家内を助けているかどうか、助けてる時もあるんですけどね、助けてる時もあるんですけども邪魔してたりですね、あるいは都合よく使ったりですね、で自分は助けてほしいんですね。だけどもこちらが果たして助けてるかということを改めて問うとですね、意外にそうでもないんですね。助けるということはこの相手の人格を尊重してですね、その人が、やりたいこと、願っていること、進もうとしているそのヘルプをする、助けるということですね。で決してその自分がその成り代わってやるということもできませんし、あるいは遮るわけでもありませんし、あるいは父親として自分の子供たちのことを考えて、さっきも言いましたけども、上の息子は今度受験をすると、なかなか勉強しないんですね、もうあと10日しかないのに、なかなか勉強しない、いつもイライラしてですね、なんとか勉強させなきゃいけない、まるで私が勉強しているような気になってますね。 でも彼の人生を私は助ける働きをしなきゃいけないのに、果たして本当に彼の人生を助けているのかですね、問い直されました。まあ、そういう身近な人たちばかりではなくて、他にも多くの私が関わっている、まあ、先週もお話しましたけれども、私が関わっている、生きている間に関わっている人たちはみんな本来私の家族ですから、ここまでが家族であってここから向こうは家族でないというようなことでは本来ないんですね。神は全ての人を家族として作られてますから、まあ、もちろんその関係の濃い、浅い、薄いというようなこといろいろありますけれども、でも関わっている人たちのみんな私は助けるために作られたんだということをですね、この創世記の2章の最初の人類、そして、アダムを助け、まあ、エヴァの創造にあたって神様が語られた言葉を通して教えられております。そしてさらにですね、このエヴァはアダムのあばら骨から作られたと書いてあるんですね。あばら骨を取って作られた、まあ、実際にアダムが寝ている時にこの辺をガバッとこうむしっとったのかどうか分かりませんが、まあ、これもやはり何か象徴していると思うんですね。決してその頭の骨ではないし、足の骨でもないですね、このあばら骨、つまり、まあ、この時代その人の心は胸の中にあると思われてましたから、やはりアダムの心に寄り添うということの目的を持ってエヴァは創造されたということじゃないかと思うんですね。この話はよく結婚式なんかで、教会ではされますけれどもね、女は男の頭としてではなく、あるいは奴隷としてではなく、愛する対象として作られたんだというようなことで言われますね。またユダヤの格言の中に、男は失われたアラバアラモネを探して女を探すんだというような格言もありますけれども、この心に寄り添うということを神は、この、まあ、創造のストーリーの中に暗示しておられるんじゃないかと思います。そして、
男と女は、父母を離れて一体となる、二人は一体となると書いてある。これもちろんその夫婦というものが目指すべき目標ですけれども、でもまあくどいようですけれども、これは単に夫婦の話じゃないんですね。これは人類の一番最初の人と人との関係を描いたお話ですから。だから一体となるというのは単に夫婦だけの目標じゃないと思います。これは全人類が目指すべき目標だと思います。あるいは私たちが誰かと関わっていく、その人と人との関わりの中において目指すべき目標じゃないかと思うんですね。まあ、神様はこのような意図を持ってこのアダムと、そしてそれを助ける者エヴァをお作りになったんです。で、まあ、アダムは助けられる人、エヴァは助ける人ということじゃもちろんないですよね。お互いに、助け合う、まあ、お互いに支配したり奴隷になったりするわけではなくて、お互いにまた頭脳でも道具でもなく互いに心を寄り添わせて、そして一体を目指していくということが、神がこの人間の世界を作られた大きな目標であったということだと思います。ところがですね、この目標があっという間に、叶わなくなってしまいました。神の願いに背く出来事が起こってしまいました。それが三章の木の実を取った話ですけれども、最初に食べたのは言うまでもなくエヴァの方です。女性の方です。美味しいものに弱いのは女性の方ですからね。蛇は狡猾ですから、人間が何に弱いかということをよく知ってるんですね。そして男は女に弱いので、エヴァを通して、アダムが木の実を食べるように仕向けていったわけです。でもその時に、ヘビはですね、女にこう言ってるんですね。本当にその木の実を食べて、食べちゃいけないって言われたんですか？で、女はアダムからその話を聞いておりました、エヴァはその話を聞いておりましたから、はい、それは食べちゃいけないと言われましたし、触れてもいけない、食べてはいけないし触れてもいけない、死んではいけないからと神様おっしゃいました。触れてはいけないと神様おっしゃってないんですけどもね、この辺おそらくアダムがエヴァはちょっと危ないから触ってもいけないよというふうにちょっときつめに言っていたのかなとも思いますけれども、見事に彼の願い虚しくですね、エヴァは食べてしまいました。で、ヘビはそれを聞いて、いや決して死ぬことはない、それを食べると目が開け神のように、善悪を知る者となることを神はご存じだ、目が開け神のようになる。これやはり人間を誘惑する一番大きな誘惑かもしれないですね。神のようになる、人間が自分の力を超えていく、自分の能力を超えて神のようになっていく、その誘惑に、あるいはいかにも美味しそうな好みの誘惑に、彼女は負けてしまいまして、そして、それを食べてしまいました。で、一緒にいた男にも渡したのでと書いてあるんですね。で、これいかにもあっさりとですね、アダムが食べてしまってますよね。エヴァが食べて、そしてなぜじゃあエヴァはアダムに与えたんでしょうかね。皆さんどう思われますか。自分がその決まりを破ったわけですよね。自分が食べて死ぬんですから、あなた、私はあまりも美味しそうなんで蛇に寄せて食べちゃった、もう私は死ぬから、あなたは食べちゃダメよって言うなら分かりますよね。でもエヴァはそうではなくて、はいって言ってですね、半分食べかけの実か、あるいは新しいの思いでですね、食べなさいって、どうもないからどうとかってですね、食べさせちゃった。皆さんにこうどうしてるかって聞きましたけれども、もちろん答えがあるわけではないんですね。考えてみると、私もいろいろ考えてますけれども、
エヴァはこれで自分も死ぬから、自分一人で死ぬのは怖いので、旦那も一緒に死なそうとしたのか、昔リンゴ殺人事件って言ったらありましたけどね、あるいは食べてどうもなかったから、どうもないからと言って食べさせたのか、あるいは自分だけ責められるのは嫌だから、アダムに食べさせたのかね、わかりませんけれども、まあ、いずれにしても、アダムもね、なんでここで断れなかったのか、まあ、気持ちはよくわかります。一人の夫としてですね、これで断るとあと大変なことになるので、やっぱりノーとは言えないんですね。分かった分かった、はいはいってですね、まあ、昔から夫は妻の尻に敷かれてるわけですけれども、それで食べてしまう。その時に二人に異変が起こるんですね。二人の目が開け、自分たちが裸であることを知り、二人は一軸の葉をつづり合わせて腰の覆いを作ったんですね。自分たちが裸であることを知った。それまでは裸であったわけですけど、まあ、つまり恥ずかしいと思ったわけですね。自分を隠そうとしたわけです。お互いに自分の姿を隠そうとした。それだけではなくて、この後神様が彼らのもとを訪れられた時にも、神の目からも隠れようとした。神がするなと言ったことをした、神との約束を破った瞬間に、この人間たちに大きな変化が起こる。それは自らを隠すということなんですね。それまでは何も神に対して、またお互い同士隠すことはありませんでした。つまり壁はなかったんですね。でも神に対して違反をした時から隠した。これ一体どういうことなんでしょうかね。この隠すということ、なぜ彼らは隠し、あるいは隠すことによって彼らはどういう、まあ、なぜそういうことをしたのか、何を考えてこのようなことをしたんだろうか。さらに神様が彼らのもとを訪れて、隠れていた彼らを見つけ出してですね、なんで隠れたのか、それは あなたが恐ろしいからです。で、じゃあなぜお前は裸であることが分かったのか、取って食べるなと命じた木から食べたのかと、こうアダムに聞くんですね。で、その時にアダムが、はい食べましたと言えばね、あるいは人類の歴史が変わったかもしれない。まあ、このわずかな短いところで人類の歴史が変わったかもしれないな、そのシチュエーションがいろいろあるんですね。でも彼は何と言ったんでしょうか。3章の14節、あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。取って食べるなと命じから木から食べたのか、はい食べましたとも言わずんですよ。私が食べたのは私の責任ではありません、あなたが置いてくださった女が私に与えたから、女のせいなんだ、あるいはその女を作ったって言ってるんですね。エヴァが作られた時にアダムはですね、感激のあまり、ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉と言ってですね、大喜びして語っているにもかかわらず、もうその下の根が乾かぬうちに、今度は自分の妻を非難し、またその妻を与えられた神を非難しているわけです。さらに女に向かって何度いうことをしたのかと神様が問われましたら、女は蛇が騙したので食べてしまった、蛇が悪いんだ、こう言ってるんですね。結局彼らはこの自らを隠し、そして今度は自分を正当化し、責任を転嫁しようとしたんですね。だから神との関係が壊れた時に、人の中に起こった大きな変化、それがこの自分の身を隠すという描写の中に描かれていると思います。つまりですね、この人、この丸は人です。本来人は一人でいるのは良くないので、誰かと一緒に生きていくように神様は作られました。助ける、人はお互いに助け合って生きていく、お互いに、お互いの存在を認め合いですね、支配するわけでもないし、奴隷になるわけでもない、
お互いに心を分け合って助け合う。人間の方向というのは常に自分と一緒にいる人を助け合うという方向で向かっていかなきゃいけない。ところがですね、この神様との関係が壊れたときに、人にはですね、この自己という壁ができてしまう。この自分を覆うという行為は、それが、まあ、これはいろんな解釈があると思いますけれども、私が思いますのに、これはですね、自分という壁を作ってしまったということじゃないかと思うんです。本来ならば、神と深い信頼関係で結ばれて人間はいたわけですね。だけども、その神の約束を破ることによって、神から隠れ、またお互いに隠れていく。その神から離れてしまったその不安からでしょうか、人間は自分の中に、自分の周りに壁を作り、その殻の中に閉じこもってしまったということじゃないか。それぞれが自分というこの壁を作り、自己という壁を作り、その証拠としてですね、彼らは自分たちのやったことを非難されたときに、自分を守るために妻を非難し、蛇を非難し、神を非難してるんですね。自分が壊れること、自分が、責められることを恐れるがゆえに責任を転嫁する。自分というものが、神によって作られた自己の意識というものはとても大切なものですけれども、でもそれを守る壁を人間は作ってしまったということじゃないかと思うんですね。その結果として、今度はその人間が壁と壁でこの対立をするように、一番最初の人類であるアダムとエヴァがですね、ここで対立をする。この二人、これからどういう夫婦生活を送っていったんでしょうかね。今日は証の中で、結婚13年あるいは30何年というですね、お証がありました。聖書の中には、これ本当のことか言いませんけど、アダムといえばこの後何百年も生きたと書いてあるんですね。こういう状況の中で何百年も一緒にいるという、仮に何十年としてもですね、これは辛いと思いますよ。ずっとおそらくこのことを彼らは、後々ね、何かあるたびに、だってあの時お前は食べるって言ったのに、何言ってんの、私は食べる、私はあげたけれども、あなたが食べなきゃよかったんじゃないの、命令を受けたのは神様から、神様から命令を受けたのはあなたじゃないの、あとお前は食べてもって言われると、何言ってんのよですね。おそらく夫婦喧嘩の一生のネタになったんじゃないかと思いますけれども、この本来人と人が寄り添って助け合わなきゃいけない、その一番大切な部分を彼らは失ってしまってですね、自分という壁を作ってしまった。そのことによって自分を正当化し、また責任を転嫁しようとしていったということが言えるんじゃないかと思います。で、神様はこの二人に対してですね、実はこのまま放っておかれたわけではありません。この話をずっと読んでいきますと、3章の21節にこうあります。主なる神はアダムと女に皮の衣を作って着せられたと書いてあるんですね。主なる神はアダムと女に皮の衣を作って着せられた。彼は旧ごしらえの一軸の葉を綴り合わせて、彼らの腰身の飲み物を作ったわけですけれども、神様はその後彼らにですね、皮の衣を着せておられたんですね。で、これもやはり何か表していることだと思います。で、皮の衣ということはですね、当然そこには生き物が殺されているわけですね。動物の命の代償としてこの彼らの衣が与えられているわけです。そしたらこれはですね、ここだけではなく聖書全体のこれは大きな教えでありますけれども、犠牲を身にまとうということを神様はこの服を与えることによって彼らに教えられたんじゃないかと思うんですね。動物を殺し、その命の代償として彼らに洋服が与えられる。そして、その服は彼らの身を守り、また隠し、そして、
彼らの身を守ってくれるわけです。でもそこにはこの犠牲が払われている。おそらくこれはですね、これから、まあ、このシリーズの中でもお話していくことですけれども、神様がこの人と人、神から離れてこの自分を守る壁を、高い壁を作ってしまったこの人間がもう一度助け合う関係になるために大切なことは何かということでですね、この、川の衣を作られたんじゃないかと思います。本来は人と人はこうして寄り添って助け合うべきものでしたけれども、自分という壁を作ってしまった。まあ、これちょっと余談かもしれませんけれども、アイデンティティという言葉がありまして、これも日本語にもなっておりますけれども、自分を大切にすると、自己、まあ、自己同一性という言葉ですけれども、この特に現代はですね、この自分をとても大切にする時代ですね。でもちろん自分は大切にしなきゃいけないんです。しかし聖書の教えというものは、この自分を大切にする以前に人を大切にしなさいと教えているんですね。よくこういうことを言うんですね。この人を助けようとする、また人と関わっていくと自分が傷つけられるかもしれない。人と関わることは必要かもしれないけれども、自分がそのことによって傷つくことは嫌だ、だから深く関わらないんだ、助けようとしないんだ。で聖書はむしろ、いや傷つくことがあったとしても、いや傷つくからこそ人と関わっていきなさいと教えているんですね。なぜならば人は人を助けるために作られたからです。そのことによって自分が非難されたり傷ついたり誤解されたりするかもしれません。でもそれは必要なことだということを教えているんじゃないかと思います。それがさっき言いました、この神が川の衣を作られたということを通して人間に教えられたですね、犠牲による回復ということだと思います。人間は無意識のうちに自分の周りに壁を作り、高い壁を立ててですね、自分を守ろうとします。人をそこに入れない、また自分もそこから出ていかない、壁同士でぶつかるような、犠牲を払ってその壁を壊して、そして、助け合うという時に初めてもう一度神様が作られたこの創造のですね、最初の原理に立ち戻っていくことができるんじゃないかと思うんですね。まあ、皆さんはこのアダムとエヴァのお話、どのようにお読みになったでしょうか。私はくどいようですけれども、この話はその大昔のですね、まあ、神が人間を作られたっていうその想像のなんかファンタジックなお話というふうには到底思えませんし、また単に夫婦のだけの話とももちろん思えません。やはり神様はこの聖書の一番最初のお話の中にですね、人間とはどういう生き物であるか、またどうすべきかということをですね、教えられているように思うんですね。人が一人でいるのは良くないんです。人がつまり自分の殻の中に閉じこもって自分の城壁を作ってですね、一人として存在していることは間違ってるんです。人間は必ずその殻を破って自分の身を覆っているものを取り除いて、あるいは傷つくかもしれないその犠牲を覚悟して助け合っていかなきゃいけない。その時に初めて人間は人間として良くなっていく。人が良くなっていくためには人を助けなければいけないんです。人を助けるときに初めて良くなるというですね、まあ、この良いという言葉がどういう意味かよくなかなかこれも分かりにくい言葉ですけれども、でも神の願いにかなうということではないかと思いますが、私自身のことも含めてですね、この自分は誰かの助けるものになっているだろうか、そしてそのためには自分はどういうことをしなければならないんだろうかということを教えられております。お祈りをいたしましょう。恵み深い天のお父様、今日は聖書の一番最初に出てまいります、最初の家族のお話をご一緒にお読みいたしました。いろんなことを学ばせていただけるお話でありますけれども、この中でも特に人と人が何のために作られたのか、またどのように
あらなければならないのかということを